はい、どうも石原です。ということで今回の動画は史上最高値更新か iPhone 15 Pro Max の価格が上がる理由という最新情報などについてご紹介していきますので、最新の iPhone が気になる方や Apple 関連の最新情報リークや噂を楽しみたい方はぜひ動画の最後までご視聴ください。また動画の後半では今話題の SNS スレッズについての石原の使い方をご紹介していきますので、そちらもどうぞお見逃しなく。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで史上最高値更新か iPhone 15 Pro Max の価格が上がる理由という情報なんですけれども、こちらは海外メディアのアイドロップが報じた内容なんですけれども、このように iPhone 15 Pro Max は今年価格が上昇する可能性があるという面白い記事を発信していましたので、石原的に考察しながら皆さんにご紹介していきたいと思います。まずアップルは来月から iPhone 15のラインナップの量産開始となっておりまして、アップル最大の主力モデルね、プロモデルはかなり高値になる可能性があるという新しいレポートが出てきたんだそうでございます。で、これはね、アップルのアナリストなんかが、今年9月の発売予定に続いて、2023年の最後の数ヶ月間の間に、全ラインナップで約8400万台の iPhone を生産する予定だということを、投資家のメモで、見つけたということになります。で、今年ね、いろんな新機能が搭載される噂の iPhone 15なんですけれども、その中でも iPhone 15 Pro Max は iPhone 14 Pro Max よりも高値になる、高くなって販売されるだろうという予測がございます。で、今までの iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、いわゆる iPhone のプロモデルと Pro Max というものは、サイズが違うというのが主な、まあ大きな差別化の一つでありました。まあ、厳密に言うとバッテリーのサイズなんかも違ったりしますけれども、まあ機能面で言うとサイズが大きいのか小さいのかっていうのがプロモデルとプロマックスモデルの大きな、まあ違いだったわけなんですけれども、iPhone 15 Pro モデルはそうではない可能性があるということになってます。iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、これ、サイズやバッテリー以外にも違いがあるということで、改めてレポートが公開されているということなんですけども、そうです。僕が以前から皆さんにお伝えしていた、ペリスコープレンズが、プロマックスだけに搭載される、つまりペリスコープレンズ唯一搭載されるモデルが iPhone 15 Pro Max ですという可能性が非常に高くなってきているということになっているので、まあね、この違いが明らかに価格に現れてくるだろう。まあ iPhone 15 Pro Max が最高値を更新する十分な理由であるということがレポートの中でも書かれているということなんでございます。もちろんそれ以外にもプロモデルにはトリプルカメラとか、まあ、チタンデザインになるっていうアップグレードも含まれていたりで、可変リフレッシュレートも 120Hz のハイエンド機能なんかもねググッとね進化していくということに加えて、まあ、USB Type-C になる、この辺からすると標準モデル、そして iPhone 15 Pro、 そして iPhone 15 Pro Max の間に明らかに差が出てくるだろうということが懸念されてます。つまり iPhone 15 Pro Max、 過去にね皆さんにご紹介した通りペリスコープレンズが Pro Max だけかもしれないから、ペリスコープレンズが Pro Max だけに搭載されたらそうなんです。石原もね、もう iPhone 15 Pro、 これね iPhone 14 Pro ですけども、やっぱ 6.1 インチサイズ、うん、もうこれ以上大きくなってしまったら、ちょっと片手操作しかり、操作系ポケットに入れたりとか、なんかちょっとその辺の使い方が変わってくるから 6.1 インチが僕はいいんですよ。けれども、ペリスコープレンズやっぱり使ってみたいということで、15 Pro Max 今年はもう皆さんにね、予約争奪で皆さんと一緒に戦ってますけど、今年はどうやら石原このままでいくと iPhone 15 Pro Max になりそうなんですよ。つまり歴代の、まあ、iPhone もう史上最強、史上最も最高値の iPhone を買うしかなくなってきていると、そういう状況になっているんで、なんかちょっともう怖いです。多分じゃない、予測としてはもうね20万近いんですよ、うん、
128GB ストレージスタートとも言われていたんですけども、やはり 256GB のスタートというね、噂も今出てきているので、256GB スタートになるだけで価格上がりますからね。はい。ここはちょっとかなり厳しい戦いになってきそうかなと思ってますんで、今回 iPhone 15 Pro Max の値段が、まあ、$200ドルぐらい上がるんじゃないかって言われている要因としては、ペリスコープレンズしかり、スタートが 256GB モデルからになってしまうと、まあ、それだけおのずとね、スタンダード、まあ、一番低価格のストレージのモデルでも高くなってくる。つまり最高値が更新されてしまう可能性が非常に高い。これが理由になってくるんじゃないかということになってます。なので、ペリスコープレンズがどんなものかっていうのもね、もう本当に触ってみないとわからないんですけれども、いやもう触るしかないんですよ。僕はもうプロマックスにペリスコープレンズが搭載されたらもう触るしかないので、もう買えます。もうプロマックスにペリスコープレンズイコール石原それ買います。ね。あとは色とかストレージ。まあストレージは僕これね、256GB モデル。で、これ現状ね、半分ぐらいまだ余ってますから、まあ 256GB でも大丈夫かなと思います。もうほんとね、値段どうなりますかってね、もうご質問多いんですけど、もう現時点でやっぱりペリスコープレンズがプロマックスだけにつくから、200ドルぐらいはやっぱりね、高くなってくるんじゃないかなという状況でございます。はい、ということで次は、新しい、今本当に話題の新しい SNS、スレッズに関してなんですけども、まあ、テック好き。テクノロジー好き。まあ、こういうね、新しいテクノロジー、新しい SNS、新しいプラットフォーム、ね、出てきたらやっぱり飛びつくわけですよ。はい。僕みたいな人間は。まあ、飛びつく人いっぱいいるかもしれませんけども、はい。以前もね、クラブハウスの時に飛びつきました。まあ、1ヶ月ぐらい見て、そこまでなんかうまくいかないなっていうので、すぐ退却して、ボイシーの方にね、音声アプリとしてはボイシーの方に、まあ、移籍じゃないけど移行したんですけど、まあ、ボイシーね、今やってますから、ぜひボイシーの方もフォローしていただきたいんですけど、今回のスレッズ、これ、インスタグラムのアカウントが必要になってくるんですけれども、インスタグラムのアカウントがあれば、スレッズが簡単に、アカウント作れます。で、スレッズのアカウント消しちゃうと、インスタのアカウントまで消えちゃうんで、ここ注意が必要でございます。で、まだまだ今ね、初期段階なんで、まあどういう投稿がいいのかっていうのがね、ちょっとまだ見えてこない。まあただね、攻略系のがちょっと多かったりするんで、なんか攻略ばっかりしてても面白くないなっていう人もいるかもしれません。うん。で、僕は攻略系というよりかは、まあ日頃の自分をこう出していこうということなんですけど、もうこの、メインチャンネルを基本に僕は各 SNS やってるんですけども、今、総フォロワー数が 7.5 万人ぐらいいて、その中で、まあ iPhone 専門の、アカウントと、まあ個人のアカウント、まあプライベート全開なアカウントがあるんですけども、これは iPhone とかガジェットのアカウントになります。で、今こちらに表示されているのが僕のスレッズのアカウントになります。つまり石原一平というので今インスタグラムをやってるので、ぜひね、フォローしてください。はい。もう iPhone 関係なくちょっと石原に興味が湧いてる方、ちょっとつながりたいなという方はぜひね、フォローしてください。で、スレッズの僕の使い方をちょっと皆さんにご紹介しますので、まだ始めてない方、切れてない方は、インスタグラムのアカウントさえあればすぐに作れますので、ぜひね、やってください。もうこれやっといた方がいいです。多分ツイッターとか、いろいろ YouTube とか、ありますけど、TikTok ってありますけど、インスタグラムが写真動画、じゃあスレッズがテキストメインになってきたら、スレッズとインスタグラム、この二刀流でほぼ最強プラットフォームになるんですよね。SNS プラットフォーム。ここに結構経済が生まれそうなんで、今のうちから、まあ、いろんな方々との交流もしっかり、まあ、僕とのね、こう、親近感とか、友達とのつながりみたいなもので結構ね、なんか重要になってきそうなんですよ。で、今僕ね、こう始めてるんですけど、今のフォロワーがね、117人になりました。まあ、ぼちぼち。まあ、すごい方だとね、もう1000人とか2000人、1万人、2万人、3万人いってるんですけど、まあ、もともとインスタグラムの母数が多い方々は結構スレッズ始めてもすぐフォロワーが増えてたりします。で、このスレッズっていうのは、このボイシー、こちらでもね、詳しく話してるので、こちらを詳しくは聞いてほしいんですけれども、スレッズを使うメリット、デメリットも、まあ、まだ分かってないです。まあ、ここから何が始まるのか分からない。でも、石原の使い方をちょっと皆さんにご紹介しようということなんですけど、はい。今、スレッズの今、人間のマークがあるところがプロフィール。で、
一番皆さんから見て左側が今フィードになるんですね。こういうフィードでございます。でこのフィードにはフォローしてる人たちとかもそうなんですけども、フォローしてない人たちもちょっとちらほらまだ見えてるんですよ。はいね、この竹山さんとかじゃないか、誰かわかんないけど、この人はわかんない人が来てるんですよね。うん、ちょっとわからない人が来ているんですよね。でこの検索、ここに何を検索するのかというと、例えばね、人生って検索したとすると、でもね、人生っていうワードの投稿は出てこないんです。はい。ここに出てくるのはユーザーが出てきます。つまり、検索して何かを探すっていうことに使われるものではない。あくまでもインスタグラムの中でなんか使えるものはあって、スレッズの中では検索アルゴリズムっていうのがあんまりない。ただ、おすすめとかこのフィードに投稿してくるアルゴリズムはあると思うんですけど、今現段階では検索機能はもう全然ゼロに近い、うん、だから新しい発見というのは意図的にはできない。フィードに投稿されてくる内容をチェックする検索は何もできない。でこの真ん中のがこうスレッドをねこう投稿するようなものになってます。で、こちらが、アクティビティですね。いいねのされた、フォローされたみたいなところでございます。でプロフィールなんですけど、実際石原、昨日かな、2日目でございます。運用開始2日目なんですけど、はい、まずね、先ほどこの収録前に、ね、僕ね、アップルテレビのプラスのサイロ、皆さん見ました？めちゃくちゃ面白いです、はい、これね書いてますけど、テッドラストとかファウンデーション好きな人にの次ぐらいに僕面白いかなと思います。だからディストピアが好きな人はいいかな。あとねこんな感じね、今日やるべきことって言って、今日ジム外で打ち合わせ、 PR 動画制作、 YouTube ショート企画みたいな。でちょっとジムに、僕毎日ジム、毎日筋トレ、今ね24日目なんですよ。うん。だから24日目の筋トレしてて、で、はい、ちょっとね、はい、ちょっとお恥ずかしいですけども、だるだるだった お腹が少しずつこう引き締まってきている感じでございます。見てください、これ。やばいでしょ、このブヨブヨ感。だから筋トレしてます。これね、100日後どうなるか、ちょっと楽しみになってます。で、あとはね、自分が今何をすればいいのか、何をしているのかっていうのをこうやってます。これもね、朝ジム行った時に、一人でしたっていうところ。だから、リアルタイムに自分の情報を更新していって、こういう風な活動してるよ、みたいな。あとはね、この、会社辞めて、年収8桁毎年稼ぐために最も進化したことってことで、まあ、働き方とか生き方みたいなものをこう発信しているので、まあ、これ、ね、このチャンネル iPhone だけですけども、石原の生き方とか、まあ、考え方とか、価値観とか、そういうなんか思考回路みたいなのもこうやって、アップします。昨日ね、バス釣り行ったらね、でっかいんですよ。バス釣り2回目です、これ。2回目。ね、福岡の出張の時にバス釣りして釣れたんですけど、これ、地元で釣りました。これは本当に、嬉しかったです。はい。あとはね、この放課後デーみたいなことも僕やってたりします。で、僕の、まあ人となりじゃないですけど、僕の活動と併用して皆さんのね、情報もぜひね、共有させていただければと思うんで、まあ、僕の働き方みたいなね、まあ、こういう動画とかね、僕は40歳で会社辞めましたって辞めた理由はみたいなものも書いてます。はい。こんな感じで、まあ、人生を変えてくれ、会社員を辞めて個人で稼ぐ人、まあ、40代の生き方を全力で紹介していますというアカウントになってますので、まあ、iPhone は iPhone だけね、Apple 大好きな人集まってると思うんですけど、iPhone を通じて新しい人たちと出会う、これめちゃめちゃ大事だと思うので、僕のこの動画発信、まあ iPhone のテーマだけ、情報収集できればいいから、石原なんて別にいらないよとね、コメント欄で石原出すぎ、もっと iPhone の画像を出してくださいみたいなね、コメントもありますけども、まあまあ僕のチャンネルだから僕の顔も見に来てくださいよというところで、まあこのスレッズ、ぜひね、インスタグラム始めた方、やってる方、石原のこのスレッズ、ぜひフォローしてください。これ多分ね、石原、で検索すればね、もう石原一平で出てくると思うんで、はい。もう石原一平で検索して、僕の人となり、ぜひね。で、このね、スレッズは、ツイッターみたいに、なんか例えば、嫌なことが起こったって投稿した時に、お前の日頃の行いが悪いからだよみたいな、そういうなんか結構ネガティブな、コメントって、ツイッターってあるじゃないですか。でもこのスレッズに関しては、すごく優しい、なんか、良い、なんか心で、なんか、ひどい心で、優しい SNS をなんか目指してるっていうのがなんかコンセプトみたいなんで、荒れることはほぼあると思うけど、あまり荒れない程度
にやれるんで、ちょっとメンタル的にもいいかなと。なんかこう誹謗中傷が多分少ない世界だと思うので、ぜひインスタグラムやってる方、スレッズを始めた方はもう石原をもうこの動画で知ったらぜひフォローしてください。そして石原の生き様を見てください。失敗も多いです、やってか失敗の方が多いですけれども、頑張って僕も生きております。ということで、ぜひ石原のスレッズもねフォローよろしくお願いいたします。はい、ということで今回は iPhone 15 Pro Max の最高値更新の話題と石原のスレッズの使い方を皆さんにご紹介させていただきました。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。